いつかは選ばなきゃいけない時が訪れるだろう。噂と伝承を守るか、大切なものを守るか。これだけのものを俺は守れなかったのだ。彼らの思いに応えるため、俺は強くならなければならなかった。たとえ暴虐と呼ばれようと、残虐な行為を行おうと。敵が必要なのだ。真の魔王となるために。あなたの涙を止めようと思いましたが、私は言葉を知りません。私は悲しい時は泣かないよ。私の涙は精霊になるんだから。俺が2000年後から来ることを予測していたのだ。悲しい宿命を背負ったもう一人の魔王を救ってくれ。笑ってあげて。心は今もアノスと共に。